はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスター版、やっていきたいと思います。 2D のね、リマスター版が、発売になりまして、まずファイナルファンタジーからやっていきます。まあ今発売されているのは 1,2,3 で、後々、4,5,6 が、出るみたいなんですけれども、まあ順番にやっていきましょう。ファイナルファンタジー1では、ニューゲーム。名前と職業を決めてください。名前とか、別にね、物語にそんな関わってくるわけじゃないんで、ミカミックスとかつける必要もないしね。てか、他の3人の名前の付けようがないんで、どうしようか。じゃあ、とりあえず名前はこれで。ナンバー1、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー4、わかりやすい。君たちに名前など必要ない。番号で十分だ。で、職業を最初選べるんですけれども、これはもう火力推しで普通にやっていきます。ナンバーワンは戦士で、ナンバーツーは職業は文句でいきます。でナンバースリーも職業は文句でいきます。でナンバーフォーは、職業は赤魔術師でいきます。もう超火力メンバー。まあ、かといってね、全員火力に偏りすぎると回復とかが追いつかないんで、まあ、赤魔術師で回復も少しこなしつつ、ただ赤魔術師は、魔導士系の中で素の攻撃力が高いんで、まあ、選んでますというところですね。そう、あと今ちょっとキーボードでやってて、まあ、ちょっとあのゲームパッド明日買ってこようかなと思います。とりあえず今回はキーボードでやっていきます。決定、このメンバーで始めますか。はい、オープニングがあるね。この世は暗黒に包まれている。風は闇、海は荒れ、大地は腐ってゆく。しかし人々は一つの予言を信じ、それを待っていた。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。長い冒険の末、4人の若者がこの地にたどり着いた。こいつらのデジ謎だよね。どこをどう冒険してきたのっていう。そしてその手にはそれぞれクリスタルが握られていた。というわけで始まりです。キーボード操作。バックスペース、走るがあるんだ。それは覚えておこう。タブでメニューを開くのね。前後左右は、でも矢印でいけるっしょ。あと必要そうなのはそんなところかな。エンターが蹴ってバックスペースが戻る。なるほど、OK。で、最初はもう唐突に始まるんで、とりあえず城へ行こう。情報をどうする？みんな一応話しかけてみる。王は伝説の光の戦士を探しておいでだ。そのクリスタルは？探してる割にはなんか捜索隊とかいないよね。こっちからやってきた。姉様が。あ、こいつ妹なんだ。あとこいつ光の戦士を探している。いうことは変わらない。コーネリア城2階、ぜひ王にお会いください。クリスタルを携えているのは誠か。お、ちゃんと差し出しているクリスタルを。
予言にある光の戦士だとは限りませぬ。大臣は疑り深いな。クリスタルを持つ戦士が目の前にいる、偶然とは思えぬ。我が王女を助け出してくれないか。ナイトであったガーランドはセーラ姫をさらい、コーネリアの国王の座を要求している。完全に人質だな。北にあるカオスの神殿に潜んでいる。我々も姫を救い出すため手を尽くした。奴はこの国一の剣の使い手、波のものでは歯が立たぬ。っていうかさ、そんなに強くないよねガーランド。別に最初のボスだし。そなたらが目指すのは北の大陸と聞いた。大陸への橋は失われている。北の道は長らく閉ざされている。セーラ姫を助けてもらえたら礼として大陸への橋を架けよう。頼んだぞ。こっちも人質を取られたな。物質。北へ行きたければ姫を助けろと。そういうことだな。町にいる踊り子はいろんな情報を持っている。迷った時は話しかけてみるといいだろう。こいつは踊り子のファンか。大臣、なかなかの遊びや熟知しているな。バックスペースで走るってか押しづらいんだけど、キーボードで。あ、早い早いけど押しづらい。早急にコントローラーを買おう。セーラ姫をさらったガーランドは北のカオス神殿に逃げ込んだ。あ、誰もいない。2階ってこれだけか。一応ちょっと他の人たちも話してみるか。あれ、逃げられた。セーラ姫を助けてあげて。みんな他力本願だよね。まあ、あの子は女性だからしょうがない。ガーランドは国一番のナイトだった。力に溺れ自分を見失ってしまった。それほどまでの力を手にしたとは思えないけどね。兵士、王妃様は悲しみのあまり部屋に閉じこもった。うつ状態か。王妃のジェーンです。娘をセーラを助け出してください。無事助け出してくださいっていうところがなかなかミソだよね。無事じゃなきゃ許されないから。あれ、これ上どうやって行くの。行けなくね。回っていくのかな。そんなすごいところだったっけ。超めんどくさいねこの作り。欠陥品だろうこの城。私たちの祖先は400年前、宝物庫に武器を封印し、その鍵をエルフの王子に預けた。光の戦士が現れる時まで。なんでわざわざさ、光のエルフのところに預けんだよ。もうよこせって感じだよ。絶対開かないよね。じゃあ神秘の鍵、神秘の鍵。あ、これ斜めいけんじゃん今。待って、あ、いけるわ。斜め移動ができる。で、これだけか。宝物庫に行くためにちょっと難しい地形にしてあるのかな。町へ行こう。コーネリアの町、踊り子。え、いやーなんだ、踊りを見させられるのかと思った。作品によっては踊り子に話しかけると踊りを見させられるからね。で、ヌンチャクは文句よ。ナイフ、てか何も装備してないよね最初。杖、攻撃力とか乗ってんのいいな。命中率も上がるのか。ハンマーは攻撃力9。え、絶対レイピアの方が良くないか。値段に違いがないのにさ、明らかにレイピアの方がいい。まあ、装備できるキャラが違うのか多分。まあ、レイピアをじゃあ2つ買おう。あ、所持数2になってんじゃんこれ。ナイフ2、杖。なんで文句さ、初期装備が杖なの。まあ買おう。2つ、安いな。ヌンチャクも2つ買おう。文句はね、レベルが上がると素手の方が強いんだけど、最初は装備品を装備していこう。結局最強があるのか。ちょっと防具も揃えてからにしよう。めんどっちいから。じゃあ防具屋さんで、鎖カッタビラが2つか。あと革の鎧かな。この2つ買おう。意外に安いとか言っときながら金がなくなってきた。3で最強を、で3を押して最強を、で3を押して最強 OK で、バックスペースか。やっぱりちょっとやりづらい。
魔法揃えよう。白魔法、まあ、ケアルは必須だよね。赤魔術師できる。ディアとかは、まあこれ白魔術師じゃなくてできないか。プロテスは覚えられるんだ。ブリンクは無理。ブリンクは自分の回避率だからね、仲間にはかけられない。ケアルで買ってどうしようかな。プロテスも覚えておく。一応補助魔法だからで、攻撃魔法を一つ覚えておきますか。ファイヤーかブリザードかサンダーかって感じだよね。いや、なんかがね、レベル2の魔法だった気がする。ファイヤーとサンダーが、そっか、ブリザードがレベル2か。ファイヤーかサンダー、サンダーでいいや。よし、OK。あれ、これ装備してあるよね、もう。で、若干金が余ってるんで、まあ、ポーションを買っておきますか。道具屋さん竹、ハイポーションもすでに売ってるじゃん。50回復、150回復。エーテルも売ってるんだ。売ってたっけ。フェニックスのも売ってんね。寝袋買っとこう1個。ガーランド戦の前に使おう。あとポーション1個買っとこう。一気に金がマジでなくなった、まあ、旅の準備はこんなもんでしょ。こいつに話しかけていくか。遥か東にあるプラポカに住んでいた。今は海賊のアジト。あ、そう。ちょっと戦闘しよう。レベル3くらいに上げてからガーランドのところに向かいますか。ゴブリン3体だと。ちなみにさ、これってさ、何だっけ、オートターゲットしてくれんのかな。ミス強っ。今クリティカルか。あ、そうだよね。そりゃそうだよね。いきなり70とか。あ、これはいいな、見やすい。18ギル、18の経験値、ネクスト10。あ、これ次でレベル上がんじゃん。なんかすぐレベル上がりそう。まあ、まだレベル1だからね。ゴブリン4体。あ、オートターゲットしてくれたよね、そういえば。それは楽だな。1。全然余裕だな。赤魔術師、まあ、少し火力が低いのはしょうがない。経験値24、ネクスト。あれ、これあれもしかしてさ、経験値24をさ、4人で分配してるってことだよね。さっき10だったからネクストが、1人6だ。あ、そういうことだ。ちょっとそこは分かりづれえな。全部の経験値を表示して、1人いくつになったのかっていうのも、ちょっと表示してもらいたい。ってことはもう1回戦闘が必要だ、ゴブリン。とりあえずゴブリンくらいだったらもう全員一撃で倒せるからね。乱数がやっぱりちょっとあるよね。ファイナルファンタジー1はレベルアップ。おてかめちゃくちゃヒットポイント上がったんだけど、35から61って58になった。いや、すげえな。これ1レベル上がるだけで、まあ、ヒットポイントは超上がるから長期戦に耐えられる。もう1レベル上がったらちょっと行こう。とりあえずこいつはぶっ倒そう。あ、攻撃力はそんなに変わらないよね。力1くらいしか上がってなかったから。というわけでちょっとレベル3にします。というわけでレベルアップ、レベル3 60。大して上がんねえな。1から2がすごかっただけで、2から3は普通だな。うん、マジで普通だな。レベルは2に絶対しましょうってことだな、ガーランド戦に行く前に。てか普通に戦ってれば2になるよね。じゃあちょっと一回宿屋で寝てカオス城に向かおう。あ、なんかじいさんがいる。4人。30円、それなりに高いな。まあ、安定を取っていくんで、別に無理をして先へ進もうということはしないです。装備か。あ、ここは初心者の館だな。まあ、特に必要ないよね。アイテムとか別に普通だし。魔物いらん。これ魔法かな。だよね。魔法はまあ回数制ですね。レベルごとに使える回数があって、マジックパワー制ではないっていうこと。あと魔法覚えるのも、まあ、さっき見た通り買って覚えるっていう。5人いる。
確実に一旦じゃ倒せない。だとその最近の FF だとで魔法全体掛けとかできますけれども、これ魔法ごとに決まってますね。単体魔法なのか全体魔法なのかが。あ、2ヒットできんじゃん、レベルが上がったから。そう、ヒット数もねあるんですよね。これどうやって開くんだっけ。タブかで、ステータスをちょっと見よう。で知性1とか頭悪すぎる。攻撃力14、命中率 12% ってどういうこと。むちゃくちゃ低くないか。回避率 19%。 攻撃回数は分かんないんだな、これだと。で一応赤魔術師を見ると、MP のところ、3、2になってるんで、レベル1の魔法が3回使えて、レベル2の魔法が2回使える。赤魔術師はどうしてもね、専門職に比べると使える魔法の回数が少ないんで、まあ、それはしょうがない。ゴブリンガード早い。でも1だ。文句ってさ、最初弱かった気がするけど、そんなことないな。最初ちょっと文句弱くて、後の方になってくるとめちゃくちゃ火力が出てくるっていうキャラだったと思うんだけど、どの FF がベースになってるかだよね。まあ FF 自体はいろいろと、まあ、リメイクだったりがされてるんで、でも基本的には初期のものがベースになってるとは思うんですよね。カオス神殿、これはもう突っ込んできます。で寝袋とかここじゃ使えないし必要ないよね。行こう。王女の命と引き換えにコーネリアはついに私のものとなる。何者だ貴様たち。国王の手先か。誰だか分かっているのか。私がナイトの中のナイト。もうお前は地に落ちてるよ。お、かっこいい。一応ボスの音楽はあるか。でどうしよう。火力で押していこう。7ゲイ、やべっつえ。20食らうか。もう一発耐えられんな。いやでも集中して食らうとちょっと怖いから、3回か。まあ、3回はなかなか厳しいよな。ケアルかけてみよう、せっかくだ。25、微妙だな回復量が。ただ戦士はさすがに防御力も高いな。2ヒット。3。もうそろそろで倒せるじゃん。倒した。コーネリア軍はこいつ一人も倒せなかったのか。めちゃくちゃ雑魚だな。やっぱり光の戦士だけあってこの4人は強いのかね。初期状態でネクスト1とかレベルを上げさせてくんない。あなた方が助けてくれたんですね。コーネリア国のセーラ、感謝の言葉もありません。ガーランドに打ち勝ったものは初めてです。お礼をさせてください。さあ帰ろう。よくぞ王女を助け出してくれた。そなたらこそルカーンの予言にあった光の戦士に違いありまい。また疑ってたのお前。予言のすべてを伝えよう。この世を暗黒に染まれしとりし、4人の光の戦士現れん。クリスタル持ってきたよと。それだけ。予言のすべてって言ってるけど大した予言じゃないな。魔物どもをこの世から消し去るにはクリスタルの輝きを取り戻すしかない。駆逐してやる。約束通り北の大陸へ橋を架けよう。4つのクリスタルとこの世に輝きを取り戻せることを祈っている。そんな簡単に橋作れだったらさっさと作れよ。まあでも魔物が侵攻してこないっていう利点があるのかもしれない。コーネリア国の王女に代々伝わる竜と。あ、確かになんか竜ともらったら何に使うんだっけこれ。まあ、分からんけどとりあえずもらっておこう。だ金かなんか欲しいな、どうせだったら。自給自足だからね。まあ、しょうがない。今、あの、世界が、あれ？ここで？あ、橋が治るって感じね。あ、治すシーンとかあるんだ。この兵士どもはガーランドも倒せずに、大工として転職するのがいいと思う、こいつらは。ムービーシーンってわけじゃないからね。カットはできないんで、こういうイベントシーンは。
割と簡単に直せってだったら、もうマジでなんでほったらかしにしとくんだよ。この橋が予言と関係あるのか。コーネリアに彼らが現れた。あ、こいつは知らないんだ。さて、じゃあ橋を渡っていきますか。次なる地。かくして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として、自らに与えられた使命の大きさと待ち受けるであろう波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。これ何の疑いもなく、でも使命に立ち向かうのはすごいな。見返りがあるわけでもないのに。4人の若者がその意味さえ知らずに携えた4つのクリスタル、遥か昔その中には大いなる輝きが宿っていた。まだ光が宿ってないんだよね、クリスタルには。そのクリスタルに光を取り戻すという感じ。さあ旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、再び光の輝きをこの世に。飛ばせる？飛ばせないよね。画面はまあ綺麗だよね。文字もめちゃくちゃ読みやすいし。まあそこら辺のインターフェースだいぶ使いやすくなってんのはいいかな。あとはやっぱりちょっとゲームパッドでやりたい、それだけ。まだゴブリンガードか。実績がロックされた。ロックを解除したか、まあ、トロフィー的な感じだね。右下にちょいと出てきた。でまたすげえ上がったんだけど、65から93点。でも文句全然上がんねえ。あ、全然上がんねえ。戦士だけめちゃくちゃ上がったわ。で東に町があるって言ってたんだけど、少しばっかり寄り道をしていきましょうかね。どこだっけ。ギガスウォーブ、なんかちっこいな。12、あそこそこだな。攻撃力だけでいけばガーランドより強い。ガーランドはこのギガスウォームに苦戦するがいい。なんか洞窟がねあったんで、クレイジーホース馬ぶけ2ヒット、まあ、思ったよりは食らわなかったわ。またクレイジーホースなんてものが暴れ回ってたら、町の人たちはまあ外に出れないよね。マトヤの洞窟、不思議な呪文、ルエンタボル千家、キャンセルボタン、キャンセルボタン L。 なるほど、キャンセルボタンと L を押せばなんかいたた。こんなイベントあったっけ。全然覚えてない。目が、あ、なんか水晶の目みたいなのが確か奪われたから見えなくなっちゃってるんだ。ほら、水晶の目がないと何にも見えない。水晶の目を盗んだのは誰だということで、まあ、とりあえず当面の目的はじゃあ水晶の目を手に入れる。こいつは言ってることみんな一緒か。宝箱ある、回収していこう。やつは見えないからな、大丈夫なはずだ。めっちゃ音立ててるけどね。もっと静かに開けろよ、バレるぞ。目が見えないだけで、耳が聞こえないわけじゃないからね。むしろ目が見えなくなったことにより聴覚が異常発達するかもしれない。どっかの薄井さんみたいに。すげえ、いけ、オーガじゃん。よく見ればいきなり敵強くなるよな。ちょっと待って、本当に敵の火力が強いんだけど。2人目死ぬぞこれ。ナンバー2食らったら。よし、
かもオーガより早く動けねえし、そっかケアで使ったまんまだから、やばい危ねえ。19回復させよう。てかケアのあと1回しか使えないんだけど、回復量がそんなに多くない。強い、マジで超経験値持ってんだけど、体力が上がれば防御力は上がるのかな。もう全然上がんねえ、知性が1しか上がんねえ。ちょっと待って、一回魔法で使う、ケアで、いくつ回復したとか分かんねえし、どうしよう。寝袋使う、金そこそこあるしね。ポーション使うんだったら一回寝袋使おう。こんなところで寝んのか、オーガに襲われるぞ。どんくらい回復したんだろう。でマジックパワーは回復しないんで、そこの先何かあったらポーションに頼るしかない。カズできたか、けなんか逃げてる。15か、ちょっと10以上食らうと厳しいな。集中攻撃食らうと結構減るからな。ウォーグルフが強い。そうか、鎖片びら装備している上と下はナンバーワンとナンバーフォーはそれなりの防御力だけど、文句がやっぱちょっとね、防御不足だよね。でヌンチャクとかさ、いつ外せばいいんだろう。どっから素手の方が強いのかよくわかんねえし、とりあえず次の街を目指す。もう突き進んでいく。こいつらはでも所詮雑魚の塊。ケー、一発じゃ倒せねえんだこいつは。やばい、2番目ナンバー2がちょっと集中攻撃を食らってんな。ポーションを1個投入するか。50円だからね。あ、死ぬよりはマシか。70円手に入れたし、まあ、20円のプラスだと考えればいいでしょう。ポーション3つしかない、意外に貴重だ。町がある、町へ行こう。プラボか、頼む助けてくれ。海賊のアジトになってるって言ったよね。海賊のやつらめ、我が物顔で町を荒らしくて、お前も海賊っぽい格好してるけどな。モヒカンやろ、邪魔だ。上行くんじゃねえよマジで。ちょっと家の中に入ってやつの行動をキャンセルしよう。ここはあれかな、教会って読み枯らしてくれるんだっけ、先に行くやつより。まずは寝て魔力を回復させる。50円になってる、まあ、確かに最初の町よりは良さそうな部屋だからね。で、まあ、何を買うかって言ったら、まあ、まずはちょっと武器を買おう。火力で押し切るから。戦士はね、やっぱり強力な武器防具が装備できるから、まあ、強くなりやすい。ブロードソード15、10、10、10、まあ、だったらブロードソードは1個たっけ450円もする。こっち攻撃力が高いけど命中率がだいぶ違うな。シミタ1個買おう。で文句はちょっとない、買うもんが。でレイピアからブロードソード、レイピアからシミタで防具屋覗いて、一応魔法は覗こう。黒魔法を揃えるか白魔法を揃えるか。ブリザード覚えられんね。あ、ストライがあるじゃん。ストライはちょっと覚えておきたいな。攻撃力アップ、回復と補助魔法でいいかな。攻撃魔法はなんかそんなに必要ないかな。赤魔術師の場合はどうしてもなんか魔力が低いからね。魔力の低さが雷のダメージを2分の1、回避率を上げる。全部覚えられる、覚えられないじゃねえか。あ、覚えられる。ちょっと万歳するのがおっせんだけど、あ、全部覚えられるわ。
さてどうしようか。まあ物を売ってなんか手に、ちょっと待って、戦いたくないんだけど、まだ防具屋に行かせてくれ。防具を揃えてから奴らに挑む。鎖片リラーかー、鉄の鎧600円もするのか、安っ。防御力2、一応装備しとこう。手袋、え、なんだこれ、あ、重さがあるじゃん、超重いんだけど。あれ、重さなんて俺全然見てなかったわ、さっき。だから先手取れないのか。まあでも防御力はあった方がいいよね。ちなみに FF2 はね、重いの装備するのはちょっとよろしくないんですよね。防御力1だったらいいや。盾はなんか回避率とかにも影響しそうだから、とりあえず装備しておこう。なんか回避率が上がったんだかよくわかんないけど。あ、で魔法屋は多分武器とか売れないっぽいから、待って、一回戻って売る。ナイフ、一応安い、もう元が安いから。杖、レイピア、これは装備してるから売れませんっていう感じか。で263円、ストライを買ってからこの海賊退治に行きますか。ではストライ、攻撃力アップ。はい、戦士が2人いるとちょっと金がカツカツになるんだよね。どうしても装備を整えなきゃいけないっていうのがあって、文句は装備できる数が少ない分金がかからないっていう。ちょっとこっちから話そう。海賊ビッケー、え、ビッケー一味か。まあ逆らうよ。コテンパンでさ、海賊球体タコ殴りにやったらなんか死にそうだな。とりあえずストライク入っとこう。戦士1、要は1ヒットだったら楽だな。おー、いいね、早速盾が機能している。19じゃさすがに無理か。どんくらいがの攻撃力、いいね、盾いいね、強っ。ちょっと戦士はナンバーワンはターゲットをばらけさせよう。あ、来た、ちょっと待って、文句はやって、もう一回ストライ唱えるか。一人一殺できるようにしたいの。61、いいね。で残りが4体だから、ここは攻撃に入ろう。もうこいつで1体、こいつで1体、前衛は2人、50で倒せんな。いや、てか普通に倒せるわ。360経験値、124、どんどん上がってくる。戦士のヒットポイントマジですげえ。知性が上がったら意味ないけど、意味ないよね、上がっても。で文句は今回上がった。あー、ちょっとあれだね、上がりが違うか。やっぱり多少ランダム性があるのか。力とかが上がってほしかったけどな。力、体力、消えよ。俺がバカだった、もう悪さはしねえ。船をやるお詫びすぎだろ。こっちが海賊だよね、もはや。よし、というわけで船をゲットしました。俺は心を入れ替えた。真面目に仕事して町一番の働き者になろうと思ってる。信じてくれねえかな。信じられん。お前にできる仕事なんてないよ。もう海賊に怯えることもありません。ありがとうございました。海賊もどきに話してみよう。北の方に港はない。船は港にしか上陸できない。そう、どこでも降りられるわけじゃないんだよね。まあ、情報収集ちょっとこんなもんでいいや。というわけで船を手に入れたところで、今回は終了したいと思います。次回はちょっとゲームパッドを買って
もうちょっと快適な状況でやっていきたいと思います。そんなわけで、ファイナルファンタジーピクセルリマスターシリーズ、ファイナルファンタジー1から順番に、やっていきたいと思いますので、よければこの先もぜひご視聴ください。というわけでファイナルファンタジー1の第1回目これにて終了となります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。